毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうもありちゃんです。はい、本日の動画はですね、皮脂崩れ防止化粧下地12種の徹底比較していきたいと思います。これからの暑い季節ですね、皆さんベースメイクにねより困る方多くなると思うんですよ。なので今回は保湿系の化粧下地っていうよりかは皮脂崩れにね特化した化粧下地の人気商品12種をね今回実際に用意してみました。数日間かけて全部検証をして、一体どの商品が本当にこのベースメイクをね保ってくれるのかっていうところを調べていきたいと思います。もしよろしければ動画最後までご覧いただけますと幸いです。それでは動画スタート。検証方法なんですけど、これから毎日顔のねこっち側とこっち側にそれぞれ今回調べる化粧下地の方をつけていきます。でその他のスキンケアとかファンデーションとかパウダー、これらに関しては最大限ね比較条件を揃えたいのでずっと同じものを使用します。で化粧下地の実を毎日変えて朝ねメイクをして、夜になったらねどのぐらいこのベースメイクが保っているのかっていうのを見ていきたいと思います。とはいえですね、その外の気温の暑さだったりとか、あとはその私の1日のスケジュール的にマスクをねする時間とかもやっぱ多少ねズレとかは発生しちゃうかなとは思うんですよ。なのでそういったねコントロールがしにくい部分でちょっと多少ね比較条件がずれてしまうっていうところはねあるかもしれないんですけれども、そこはご了承いただけますと幸いです。ちなみに検証入る前に私の肌質もお伝えしておくと、私は乾燥肌よりの普通肌です。はい、それでは実際に検証していきたいと思います。はい、今回紹介する化粧下地がこちらになります。どれもね結構夏場に人気が出る夏向け化粧下地をデパコス6個とプチプラ6個を購入してみました。全体的に結構人気のアイテムのみを購入してみたので、みんな1回はね見たことあるものが大半なんじゃないかなとも思います。でそう迷ったんですけどね、今回はデパコスとねプチプラ混ぜて比較をしていこうと思います。なので、もしかしたらね結果的にもうデパコス圧勝みたいな感じになっちゃうかもしれないんですけど、それもねそれでリアルかなと思うので、もう今回はもう本当の本当の本当のガチレビューをしていきたいと思います。はい、そしたら初日調べる化粧下地はこの2つです。こちら側がセザンヌのヒジテカリ防止下地ピンクベージュで、こちら側がエテセのフェイスエディションスキンベース4オイリースキンです。はい、そしたらまずはじめセザンヌの化粧下地ですね。このセザンヌの商品はプチプラの皮脂テカリ防止下地の中では特にね人気の商品です。でカラーが今回はこちらピンクベージュを用意したんですけど、その他にもライトブルー、オレンジと現時点では3色展開になっています。 SPF が 28PA が 2+ なので、真夏日とかにはねちょっと紫外線対策効果としては弱いかなとも思います。ウォータープルーフ上で洗顔料で保できる商品です。はい、そしたら出してみます。テクスチャーに関してはねこれすごい軽いですね。水みたいな感じです。でなおかつ伸びもいいです。伸ばすとねもう本当にすぐにサラッとした感じの仕上がりになります。でこれピンクの色がついていたんですけど、伸ばすとね正直そんなにトーンアップ効果とかは感じないかもしれない。香りはほぼほぼしないんですけど、気持ちね少しだけ日焼け止めっぽいような感じの香りもします。はい、そしたらお次はこちらエテセの商品です。エテセに関してはですね、こういった皮脂崩れ防止系の、ね、商品ね今までもいくつか販売してるんですけど、どれもねこれ売れ筋上位になってるんですよね。実はねエテセってこういう皮脂テカリ防止系強いんですよ。カラー展開に関してはこちら現時点では1色のみです。 SPF が 35PA が 2+ とセザンヌのさっきの化粧下地と比べれば気持ち少しだけ紫外線対策効果もあります。でこの商品ね毛穴を塞がない処方で作られているらしいので、肌呼吸の妨げにならないっていうのを推している商品らしいです。一応こちら保湿成分も配合されていました。はい、でこの商品も先ほどのセザンヌ同様ピンクベースの化粧下地になっています。でもセザンヌよりもこっちの方がしっかりとピンクっていう感じですね。こっちはね血色感とか少し感じるかも。なんかまだ実際に顔につけてないからわかんないんですけど、手につけた感じだけだと気持ちセザンヌよりもなんかサラサラするかもしれないです。でエテセの方に関してはねこれがっつり日焼け止めっぽい感じの香りがします。香りで言ったらセザンヌの方が弱めだったかなというふうに思いますね。はい、そしたら実際にこちら側にセザンヌのこちら側にエテセ塗っていきたいと思います。はい、つけ終わりました。仕上がりこんな感じです。両方ともサラサラとした仕上がりで、本当に気持ちなんですけれども、気持ちエテセの方がやっぱり血色感が出たかなというふうに感じました。で、カバー力に関しては正直同じぐらいかなと思います。毛穴の黒ずみとかは少し薄くなった感じはするんですけど、凹凸だったりとか、こういったニキビ跡とか、そういうのを隠す程度のカバー力はありません。はい、そしたらですね、夜になったので、肌の状態チェックしていきたいと思います。でこちら側がセザンヌで、こちら側がエテセを塗っています。はい、そしたらまずはじめテカリ具合に
ついてたんですけど、まあ両方とも多少テカってはいるんですけれども、やっぱりその保湿系の下地だったりとかと比べると全然テカっていないです。両方ともここあたりがちょっとテカっていて、ここのねほっぺあたりとかは全然テカっていないっていう感じの仕上がりです。もうテカり具合で言うと本当にほぼほぼ変わらないんですけど、揺れ方はね変化が出ました。ちょっとカメラ越しで伝わるかわからないんですけど、エテセの方はちょっとねここあたりが汚くなってしまっています。顎あたりもエテセに関してはねちょっとね白くブツブツなっちゃったりしてるんですよ。でもそれに対してスザンヌは揺れ方とかもそんなに汚くないです。なので仕上がり感で言うとエテセの方がよりね血色感が出ていいなって思ったんですけど、よれっていう部分で言うとセザンヌの方がいいなっていう風に感じました。はい、そうしたらお次2日目はこちらの商品比較していきたいと思います。ソフィーナプリマビスタのスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止、こちら側がソフィーナプリマビスタ皮脂崩れ防止化粧下地 EX です。はい、まずこちらプリマビスタの化粧下地です。もう皮脂崩れ防止下地といえばプリマビスタみたいなところあると思うんですけど、そんなねプリマビスタの下地が最近リニューアルをしました。この商品どう変化したかというと、プリマ史上最高のテカラなさになったみたいです。まあ、なんだけれどもつけ心地とかは負担感がないらしい。でかつこちらの商品ベタつきもしないし、マスク防止とかも防いでくれるらしいです。 SPF が20で PA が2プラスのことでした。ちょっとせっかくなのでリニューアル前と比較をしながらテクスチャー見ていきたいと思います。それぞれ出すとこんな感じ。なんかリニューアルしてからちょっとベージュ感増したかな。はい、で仕上がりに関してはこの商品もねめっちゃサラッとはしているんですけど、なんかリニューアル前と比較をすると伸ばした時の水っぽさっていうのかな、そういうのがなんか減った気もしました。伸びに関してもこちらの商品すごくいいです。こういうサラッとした仕上がりの化粧下地ってどれもね伸びいいとは思うんですけど、その中でもなんかどこにいいかもなっていう風に感じました。はい、伸ばし終わった後こんな感じですね。なんかちょっと白浮きもしそう。なんか気持ち肌の色が明るくなった感じもします。で、香りに関してはこちらも日焼け止めっぽいような香りはしました。はい、そしたら次はこちらです。はい、この化粧下地はですね、店頭では販売されていなくって、オンラインだけで購入できるブラックプリマと呼ばれている商品です。そこらに普通の化粧下地ではなくって、超オイリー肌の、ね、人用に作られた化粧下地なんです。私もこれね、すでに何回か使ったことがある下地なんですけど、本当に乾燥肌の人にはあまりおすすめしないぐらいサラッサラになりますね。で、サラッサラになるのは当たり前で、この商品ね、少し速乾性とかもあります。で、SPF が8で PA が2プラスの、ね、紫外線対策としてはあんまり期待しない方がいい商品です。はい、こちらの商品も出すとこんな感じです。色味は白で伸ばすと無色になります。でね、伸ばした時の乾燥としてはね、もう本当にサラッサラですね。一番サラッサラになるんじゃないかなっていうぐらいサラサラになります。でこちら香りについては今まで同様に日焼け止めっぽいような感じの香りがこちらもします。はい、そしたらこちら側にプリマビスタ、こちら側にブラックプリマの方を塗っていきたいと思います。はい、つけ終わりました。仕上がりこんな感じです。プリマビスタとブラックプリマで仕上がり感にすごい大きな違いがあるかって言われたらそんなことはありません。両方ともサラッとした仕上がりになっています。で、カバー力に関してで言うと、正直両方ともそんなにカバー力はないと思います。ニキビ跡はもちろんのこと、全然今ね、肉眼とかでも毛穴はしっかりとわかる状態です。はい、そうしたら夜になったので肌の状態見ていきたいと思います。こちら側がプリマビスタで、こちら側がブラックプリマを塗っています。はい、まずテカリから話していきたいんですけれども、昨日ね、比較をセザンヌとエテセとまず比較をして、やっぱりプリマビスタの方が全然テカっていない感じがしました。こうやって肌をねアップにしてみてもそんなにテカってなくないですか？肉眼で見ても本当に1日経過してるんですけど、あんまりねテカっている感じしないです。で、正直プリマビスタとブラックプリマの違いをねすっごい感じているかって言われたら、正直そんなこともないかも。今日ですね、そもそもそんなに汗もかかなかったんですよね。なので環境的にもねそんなに違いを感じにくかった環境だったのかもしれないんですけど、正直1日の感想で言うとそんなに違いを感じませんでした。そうなので、皮脂でカリっていう観点ではさすがプリマビスタだなって思ったんですけど、デメリットとしてはねやっぱりすごい乾燥しますね。なんか今はだいぶマシになった感じがしたんですけど、日中がやばかったです。普通に日中肌めっちゃ乾燥するなっていうのをね今日とても感じました。まあなので、その脂性肌さんとかね、すごい皮脂が出る方にはすごく相性いいと思うんですけど、乾燥肌さんだったりとか、あと今日みたいにそこまで暑くない日、まあ
そういう日にはあんまり向かない化粧下地なのかなというふうに感じました。はい、そしたら次比較していくのがじゃん、こちらです。こちらがマキアージュのドラマティックスキンセンサーベース EX UV プラス、 こちらがキスのマットシフォン UV ホワイトニングベース N の01番です。はい、マキアージュのこちら化粧下地ですが、この商品ですね、なんとアットコスメの2021年上半期化粧下地部門で第1位を受賞した商品です。そうで、これね、同じ商品でこちら2種類あって UV 効果が違うんですよね。こっちの方が SPF25 PA が 3+ で、こっちの方が SPF が 50+ で PA が 4+ になっています。両方ともカラー展開が2種類で、これの他にラベンダーカラーもあります。トーンアップしたいんだったらこっちのカラーじゃなくてね、ラベンダーの方の色味がいいかなと思います。で、この化粧下地はウルサラセンサーパウダーが配合されているのが特徴です。このパウダーが配合されているおかげで、ベタつく環境では皮脂を吸収してくれて、かさつく環境では水分を放出してくれる、だからテカリも乾きもバランスよく使えるっていうのが特徴の商品みたいです。はい、出してみるとこんな感じです。 UV 効果が強い方も弱い方もね、両方とも色は同じですね。この通り伸ばすと無色で、トーンアップなどは特にありません。伸びに関してもこちらの商品すごくいいです。さらっとした仕上がりではあるんですけど、今までの比較してきた化粧下地の中ではね、比較的サラッと感が減る感じもします。で、仕上がりなんですけど、引き続きね、サラッとした仕上がりではあります。あるんですけど、今まで比較してきた化粧下地とサラッと具合を比較すると、その中ではちょっとサラッと具合が少し少なめな気もしました。はい、そしたらお次はキスの化粧下地です。これもね、かなり売れている人気化粧下地ですよね。この商品は美白ケアと日常紫外線のカットが同時にできる商品みたいです。この商品は美白有効成分のプラセンタエキスっていうのが入っているらしくって、そのおかげでね、美白ケアとあと日常的な紫外線のカットが同時にできる商品みたいです。カラーが現時点で2色展開で、私は1番の明るい色味をチョイスしました。 SPF が26、PA は 2+、 ニキビの元になりにくい処方にもなっているみたいです。これはね、今まで比較してきた化粧下地と違って水っぽくないです。で、色味もこれベージュだから、なんかほんとファンデーション感覚で使える感じですね。塗り心地もしっとりしていて、塗った後のなんかサラサラって感じもね、あんまりしないです。香りもほぼほぼしなくて、使用感的にはね、結構今のところ一番好きかもっていう感じの仕上がりでした。はい、そしたらですね、本日はこちら側にキスの下地を、こちら側にマキアージュの下地をつけていきたいと思います。はい、両方ともつけ終わりました。仕上がりはこんな感じです。なんかキスの下地意外とカバー力あるかなって思ってたんですけど、実際につけてみたらそこまでカバー力ないように感じています。で、仕上がりのサラサラ感で言うとやっぱ気持ちキスの方がちょっとサラサラ感っていうのは弱いような感じもしています。両方とも特にトーンアップなどは感じませんでした。はい、ではまた夜検証していきたいと思います。はい、そしたら経過を見ていきたいと思います。こちら側がキスで、こちら側がマキアージュです。まずテカリ具合についてなんですけれども、両方ともね、すごいテカってるってわけではないです。なんですけど、どっちの方がテカっていないかって言われると、気持ちキスの方がテカっていないと思います。カメラ越しだとだいぶわかりにくいと思うんですけど、このあたりのね、テカリを比較した時に、気持ちマキアージュの方がテカってるかなという風に感じました。なんですけど、化粧の揺れ具合っていう観点で比較をしてみたところ、ちょっとカメラ越しじゃだいぶわかりにくいと思うんですけど、キスの方がね、少し揺れてるかなっていう風に感じました。アップにしてもあんまりわかんないですよね。ちょっとね、このあたりがね、少し汚くなっています。一方、マキアージュに関してはほっぺあたりが汚く崩れてるってことは起きていないです。なので、テカリ具合っていう観点で言ったらキスの方がいいし、化粧崩れっていう観点で言ったらマキアージュの方がいいかなと思いました。はい、そうしたら4からまデパコスの化粧下地の方も比較していきたいと思います。デパコス第1商品目の商品がじゃん、こちらです。ポール&ジョーンのプロテクティングファンデーションプライマー01番とイブサンローランのラディアントタッチブラープライマー1番です。はい、大人気ポルジョの下地になります。正直ね、これ比較に入れようか悩んだんですけど、この化粧下地はもうずっと人気ラインっていうところと、あとね、このプロテクトファンデーションプライマーに関しては、やっぱり夏用の下地なので、今回比較に入れてみることにしました。ポール&ジョーンの化粧下地はシリーズはね、3展開あるんですけど、その中でもこれが一番紫外線効果の高いシリーズです。正直、皮脂テカリに特化してるっていう感じの商品ではないとは思うんですけど、フォーカバーなのと仕上がりのね、これツヤ感がすごく綺麗です。香りも良くて、かなりのロングセラー商品になります。出してみるとこんな感じ。色味はね、ほんのりピンクベースの色味です。伸ばすとこんな感じです。こちらの商品はほんのりトーンアップもします。仕上がり感はちょっとツヤっぽいような綺麗な仕上がり感を作ることができる商品です。
。はい、そしたらお次はこちらイブサンローランの下地です。これもね、かなり長い間のロングセラー商品ですよね。これね、伝わるかな、透明なベースにこのようにゴールドの、ね、パールが入っています。テクスチャー見せるとね、より伝わりやすいんですけど、これはね、そのブラーっていう、そのなんていうんだろう、ぼかし効果がある感じの商品ですね。仕上がり感としては滑らかな感じの肌を作ることができます。はい、でこちらテクスチャーに関してはね、ほんとムースみたいな感じです。伸ばすとサラッとするんですけど、なんか薄膜が張ってあって、その上からサラッとしてるような、そんな感じですね。でゴールドパールに関しては、伸ばすとね、すごい主張してくるような感じではないです。まじまじと見れば、あ、ゴールドパール入ってるんだなってわかるけど、ほぼほぼの人は気づかないぐらいだと思います。でこの商品ですね、香りもします。で香りがね、これすっごいいい香りなんですよ。いい香りなので私はすごい好きなんですけど、しっかりね結構香るので、そういうのが苦手な方はちょっと避けた方がいいかもしれないです。はい、そうしたらこちら側にポーランド城の下地を、こちら側にイヴ・サンローランの下地をつけていきたいと思います。はい、付け終わりました。この2つ仕上がりにかなり違いが出ました。フォルジェはもう見てわかる通りザ・ツヤ肌っていう感じの仕上がりになって、イヴ・サンローランに関してはセミマットっぽいような質感になっています。カバー力で言うとポーランド城は結構あって、イヴ・サンローランに関しては普通ぐらいかなと思います。ポーランド城は光で飛ばしてくれる感じで、イヴ・サンローランの方は全体的に少しぼやかしてくれるような、そんな感じの仕上がりです。はい、そしたら夜になったので肌の状態見ていきたいと思います。こちら側がポーランド城で、こちら側がイヴ・サンローランです。はい、まずテカリ具合に関してなんですけど、両方ともね、ほんのりテカってるっていう感じです。正直テカリ防止具合で言ったら、プチプラコスメのプリマビスタとかキスの方が断然テカっていないように感じました。ポーランド城の方に関しては多少ね、ここあたりテカってはいるんですけど、崩れ方に関してはそんなに汚くないかなという風に感じました。でイヴ・サンローランの方に関しては、実はね、ちょっとファンデーションとの相性があんまり良くなかったみたいで、そもそもファンデーションをつけた段階でちょっとね、肌のね、ここあたりがモロモロしたんですよね。まあ、なので時間がね経った後のこの崩れっていう部分に関してもちょっとね、汚いかなっていう風に感じました。うん、そうですね、ちょっと今日テパコス比較初日ですが、全然プチプラの方がテカリ具合に関してはね、いいかなっていう風に感じたっていう結果ですかね。はい、そしたらお次比較する商品が、じゃん、こちら NARS のスムース&プロテクタプライマーと エストのロングラスティングプライマーです。はい、まずはじめ NARS の化粧下地ですが、調印成分を読んでみると、穴やシワなど肌のデコボコを目立たなくしてくれて、肌を滑らかに整えてくれるメイキャッププライマーらしいです。でその他の特徴としては、これプロテクト機能としてもしっかりしてるらしくって、紫外線だったりとか、あと空気中の汚れとかからも肌を守ってくれる効果もあるみたいです。 SPF が 50PA が 4+、 つけ心地の軽さとかも結構押している商品みたいでした。はい、出してみるとこんな感じ。これね、テクスチャーに関してはちょっと固めです。なんか本当にクリームっぽい感じで、香りに関してはこれオーガニックっぽいような香りがしました。これね、馴染ませるとサラッとするんですけど、馴染ませてる時はね、これ結構オイリーさを感じました。本当にこれイメージとしては軽いクリームっていう感じのつけ心地でした。はい、そしたらお次エストの商品です。この商品に関しては、表情の繊細な動きにもフィットをしてくれるらしくって、そのおかげでファンデの乾きとかを感じることがなく、軽やかなつけ心地が続く化粧下地と記載されていました。あとね、これね、全部で6色展開と、化粧下地にしてはカラー展開がね多いっていうのも特徴だなと思いました。皮脂を固める皮脂硬化粉体っていうのも配合されているらしいです。 SPF が 25PAがスティープラスの商品でした。はい、まずこの商品出すとこんな感じ。色味に関しては白ですね。で伸ばすと無色に変わります。なんかほんとこれに関しては、今までも試してきたもうザ・皮脂デカデ系化粧下地っぽいようなテクスチャーですね。はい、伸ばすとこちらもかなりサラサラします。香りに関してはこの商品ほぼほぼしない商品でした。はい、そしたらこちら側に NARS を、こちら側に S とつけていきたいと思います。はい、付け終わりました。まずカバー力についてなんですけど、エストね、意外と毛穴ちゃんと埋まってます。一方、ナーズに関してはまだ毛穴がしっかりとわかる状態です。で、乾燥具合で言うと、まあ、正直両方ともスキンケアしたてっていうこともあって、全然乾燥してる感じは全くしないんですけど、どちらかというと、ナーズの方がしっとりしてるかなっていう感じはします。こうやってナーズと比較をしてみると、エストの方がちょっと肌全体的に白くなってる感じがしました。はい、そしたら夜になったので、もう一回肌の状態見ていきたいと思います。こちら側がナーズで、こちら側
がエストです。そもそもですね、今日そんなに気温が高くならなかったんですよね。なのでそういった外部要因の影響あるかなとは思ったんですけど、一応ね肌の状態見ていくとそんなにね両方ともテカっていないです。アップにするとこんな感じです。ファンデーションのねカバーとかはもちろん両方とも多少ね剥げちゃってるんですけど、テカリっていう観点で言うとナーズもエストもそこまでテカっていないと思いました。では片方ずつレビューしていきたいんですけど、まずナーズですね。ナーズに関してはテカリ云々の前にですね、仕上がりがこれすごい綺麗でした。スタジオ塗った後も肌全体がちょっとなんかスムースっぽいような肌になったなぁと思ったんですけど、その後ねファンデーションを塗ったらすごい仕上がりが綺麗で、個人的に今まで試してきたスタジオの中で一番ね結構好きだったかもしれない。はい、そんなかなりいい仕上がりから時間が経ったね今を見ていきたいんですけど、テカリもそんなになくて、化粧崩れっていう観点でもね正直全然汚くもないです。ファンデが薄くなって肌の赤みとかはわかるけれども、どこかがすごくぐちゃっとなってるとか、あと毛穴落ちとかそういうのは全くないです。気温の影響もあるかもしれないけど、1日トータルしてみると私はナーズのスタジオ結構いいなと思いました。はい、そしたらお次はエストです。エストに関しても同じくそんなにテカリはないです。今回試したエストの商品がもうがっつり皮脂テカリに特化した商品だったと思うんですけど、そういう皮脂テカリに特化した商品の中では乾燥もしにくいのかなっていう風に感じました。プリマビスタの時とかもここあたりにね結構がっつり小じわができちゃったんですよ。もうそのぐらいしっかり乾燥したなって思ったんですけど、エストに関しては小じわもできていないです。まあただ残念ポイントを言うと、触るかな、小鼻がねちょっと汚くなっています。ちょっと一日中化粧直しをしていない肌のアップで大変申し訳ないんですけど、小鼻がねはいこんな感じになってしまっています。小鼻周りは正直汚いかな。ほっぺに関しては特に問題ないです。はい、そうですね、そんな感じかな。まあ多少ね気温の影響もあるかもしれないんですけど、ナーズとエストともにね結構好印象という結果になりました。はい、そしたら最後に紹介する商品がじゃんこちらです。こちらがクレドボーボーテのボワールイドラタンロングトゥーニで、こちらがローラメルシエのピュアキャンバスブライマーブラーリングです。はい、そしたらまずはじめはこちらクレドの紹介からしていきます。この商品はですね、この大きさで7150円ともザ・デパコスっていう感じの商品です。でもねやっぱりこれねすごいらしくて、ボーチェとかマキアとかベテキとかね、そういったいろんな雑誌で賞をねバンバン取っている商品みたいです。商品説明文を読んでみると、様々な化粧崩れ要因を防いで潤いのある美しい仕上がりを長時間持続させてくれる化粧下地とのことでした。 SPF が 25PA が 2+ の商品です。はい、この商品出してみるとこんな感じです。色味は白ですね。はい、そしたら伸ばしていきます。あーでもねこれね軽さが結構違うかも。今ねすごい一瞬で馴染んだの伝わりましたかね。はい、で仕上がりはこんな感じです。白浮きなどは全くないです。でこの仕上がり感なんですけど、サラサラしてるのかなって思いきや、これねサラサラしていないです。どちらかといえばしっとり寄りな気がする。でこの商品香りもしました。そこまで強いわけではないんですけど、ほんのり甘い感じの香りがします。はい、そしたらお次はローラメルシエの下地です。このねローラの下地ってシリーズがいくつかあるんですけど、皮脂テカリ系だったらこのブラーリングっていうシリーズがいいみたいです。この商品はテカリと毛穴をカバーしてくれて、さらりとねクリーンな肌に仕上げてくれると書いてありました。ブラーリングパウダーっていうのが配合されているらしくって、そのおかげで余分な皮脂とかを吸収してくれて、テカリの気にならない状態をキープできるらしいです。あとねこの商品特徴としてね、こちらシリコンフリーっていうのもいいポイントですよね。こちらに関しても出すとこんな感じ、色味は白ですね。伸ばすと無色に変わります。でこれもねテクスチャーはねもう軽いクリームっていう感じですね。伸ばしきるとサラッとするんですけど、すごいねなんかめちゃめちゃサラサラってほどでもないです。やっぱりこれ使用感に関してはクレドもなんかローラもすごいいいですね。はい、そしたら本日はこちら側にクレドの方を、こちら側にローラつけていきたいと思います。はい、付け終わりました。仕上がりこんな感じです。クレドの方はツヤっぽくって、ローラの方はマットっぽい仕上がりになっています。でカバー力で言うとクレドの方はほぼほぼなくて、ローラメルシエに関してはほんのりなんかカバーされてるっていうよりかは少しぼやけたような感じの仕上がりになっています。つけた感想としては、まずクレドはリキッドタイプだったんですけど、今まで比較してきたリキッドタイプの化粧下地の中で一番しっとりした感じがしました。でかつこれ香りもすっごくいいんですけど、つけてる時にね香りをすごいしっかり感じるので、使い心地がめちゃめちゃいいなという風に感じました。でつけ終わった今もう肌質ね全然サラサラしていないです。むしろねしっとりしてる。これで皮脂テカリちゃんとできてたらだいぶこの商品いいと思います。はい、でお次はローラメルシエですね。ローラ
ラに関しては正直つけ心地も仕上がり感もナーズにすごい似てるなっていう風に思いました。ナーズとすごい似てるんだけど、違いとしてはなんかね、ノーラの方がつけてる時ちょっとなんかストッパーがかかる感じがしたというか、密着力で言うとノーラの方がある感じがしました。でも本当にそのぐらいですね。仕上がり感とか質感とか結構ナーズに似てます。ローラに関してはもう今の時点でだいぶサラッとした仕上がりです。伝わりにくいかもしれないけど、こちら側がクレードの肌の状態で、こちら側がローラメルシエの肌の状態です。はい、そうしたら1日経過したので肌の状態取っていきたいと思います。こちら側がクレードで、こちら側がローラメルシエです。今日はですね、全体的にちょっとムシムシした気温になったんですけど、クレードもローラもそこまでテカっていません。 もちろんつけたてと比較をしたら多少ね、ここあたりテカってるの伝わると思うんですけど、今まで試してきた化粧下地と比較をするとクレードもローラもそこまでテカりにくい分類に入れていいかなと思いました。いや正直ですね、クレードとローラに関してはつけた時の使用感もすごく良かったし、皮脂テカリって観点でも優秀だし、お値段するだけあるなっていうのが正直な感想かもしれないです。はい、もう少し肌アップするとこんな感じです。こちら側がクレード、この通り鼻周りとかもね、全然白くポツポツしたものとかもないです。でこちら側がローラメルシエです。今の肌の状態だけ見てしまうと、クレードもローラもね、ぶっちゃけそんなに変化ないかなとは思ってしまいました。つけたてに関してはクレードの方はしっとりしていて、ローラに関してはサラッとした仕上がりになったので、どっちを選ぶかって観点で言ったら、そのつけたての好みで選ぶのがいいかなと思いました。うん、そんな感じですかね。ほんと総合してみても、クレードとローラに関してはすごいデバコスっぽい仕上がりというか、感動する仕上がりだったかなというふうに感じました。はい、そしたら最後まとめやっていきたいと思います。今回ですね、そもそもやっぱ人気でかつ皮脂テカリに特化された商品のみをねピックアップして比較をしたので、全体的に全部その皮脂テカリ機能ってところに関しては優秀なものが多かったかなというふうに感じました。なので全部ねちゃんと皮脂テカリ機能感じられたんですけど、でもその中でも強いて言えば特に何が良かったかっていうのをね出すとするならば、プチプラでやっぱり一番ねテカリ防止を感じられたかなって思ったのは、じゃんこちらプリマビスタのシリーズですかね。プリマに関しては正直デパコスに劣らないぐらいテカらないなっていう風に感じました。なんだけれどもやっぱりデメリットとして一番ね乾燥を感じたっていうのも事実です。なので相性はあるかなという風にも思いました。プリマの次にテカりにくいって思ったプチプラ下地で言ったら、キスかな。キスに関してもね結構テカリ防止機能すごいいいなという風に感じました。なんですけど、あげなかったねセザンヌとかエテセとか、あとマキアージュ、これらがねテカってしまうとかそういったわけでは全然なくて、全部ねしっかりとテカリ防止機能感じられたんですけど、強いて言えばプチプラ下地の中だったらプリマとキスが特にテカらないかなという風に感じました。デパコスもね、どれも全然皮脂テカリ防止しっかりできてたんですけど、強いて言えばっていう観点で言うと特にこの3つが個人的にはいいなという風に感じました。ナーズとクレードとローラメルシエです。この3つに関しては仕上がりも綺麗だし、テカらないし、時間が経っても汚くならないし、総合的に見てすっごく満足感が高い商品でした。でローラとナーズに関しては仕上がり感もね結構似てるかなという風に感じました。スムース系の仕上がりが好きな方はローラとナーズがおすすめで、結構しっとりとした、ね、仕上がりが好きな方にはクレードが相性いいかなと思います。もうクレードに関しては本当に皮脂テカリ防止下地と思えないぐらいのしっとりさでした。これ以上イブサンローランエストを、ね、しっかりと皮脂テカリ防止できてたんですけど、総合的にね見た満足感で言うと、特にこの3つが良かったかなという風に感じました。でデパコスプチプラ合わせて比較をしてしまうと、テカリ以外の乾燥だったりとか揺れ方だったりとか使用感だったりとか、そういった総合的に全部を見て比較をしてしまうと、デパコスの方が個人的には優秀なものが多かったかなという風に感じました。でもテカらなさ具合で言ったらプリマとかキスにも全然デパコス負けしてないので、これからね結構皆さん暑い季節になって顔とかテカりやすくなると思うんで、何かね一個でも気になったものがあればぜひぜひ試してみてください。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったよという方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。